俺は根源探偵アルケ。どういう意味かわからなくていいよ。俺たちは動画の客である幽霊が出ると噂の山奥の旅館を訪れていた。山登りって結構大変なんだな。水お前いつやったか富士山登りたい言うてたやんけ。これくらいで行き上がってたら厳しいんちゃうか。いやでも結構ここまでの道のり長かったよ。俺の家に比べたらそうでもないけど。出た、シャルちゃんの山いきり。山いきりってなんだよ。ちょい喉乾いたな。ってあれ、水もう空やん。山では水不足は命取りなんだから、こういう時に備えて結構俺は残してたはず。あ、俺のも空だった。なんやねんお前。レム水余ってるからあげようか。うっ、ペットボトルごと。やっぱレムは用意周到やな、誰かとは違って。嫌な言い方。レムちゃんありがとね。レム俺にもちょうだい。あ、今シャルちゃんにあげたのが最後のだった。なんで俺だけいつもこんな感じなの？の、やっと着いたみたいだぞ。ここが魔が住むという。まあこっちには本物の魔王もいるし大丈夫でしょ。いや、ここの露天風呂最高やったな。しかしビーバーも風呂に入るんやな。シャルの実家もこんな感じやったんやろ。なわけあるか。いたとしても猿くらいだよ。二人ともどんな会話だよ。風呂も入ったし夜の企画そろそろ始めないといけないな。そうだな、時間遅くなっちまったし。もうレム眠くなっちゃったよ。いつもこんな早くに眠くならないはずなのに。シノがもう寝ちゃってるし。おーい、シノ起きろ。俺もしかして寝てた？ご飯食べてお風呂入ったら眠くなっちゃって。今回の旅行は別に休暇じゃないんだからな。みんなもうそんな眠いんか？なんか今日はめっちゃ目冴えとるんよな。遠足前の子供かよ。それで言うたら今は遠足の真っ最中やろ。まあそういう俺も全然眠くないんだけどね。なんか体に力がみなぎる感じ。ふるさとに帰ってこられてはしゃいでんのか。田舎思い出すべ。もう眠いやつもいるようだし、さっさと企画始めちゃおっか。それじゃあルミア先生お願いします。はい、というわけで今回はこの広大な旅館を使って最強のかくれんぼ決定戦をしていきたいと思います。こんな時間にかくれんぼなんでしたら他のお客さんの迷惑になっちゃうよ。ご安心ください。今日俺ら以外のお客さん見た？いや見てないかも。そうなんです、今回はなんとこの旅館丸ごと貸し切りさせてもらってます。お、やるじゃん。まあもろもろの予約はレムがやったんだけどね。皆さんお忘れのようですが、ここは幽霊旅館と名高い場所ですから、幽霊にはくれぐれもお気をつけて。なんで君そんなこと言うの？忘れてたのに。あ、会話の腰折って悪いんだけど、かくれんぼってことは鬼が必要なんじゃね？俺は逃げも隠れもしないぜ。なんてだって魔王だからな。いや、鬼の方はウルミアが担当させてもらいます。この俺に隠れろっていうのか？まあ企画の関係上ウルミアが鬼やるのが一番わかりやすいんよ。まあまあいいんじゃない、魔王様は気配消すこともできないってわけ。は？それぐらい余裕だわ。なんてったって俺は魔王だからな。じゃあ早速かくれんぼスタート。夜の旅館って思ったより不気味だな。いかんいかん、この魔王の覇気で幽霊なんて死んじまうかもしれねえからな。にしても見つからんすぎないか？もう結構時間経ったと思うんだが。アルケ、おいおい、なんでそんな驚いてんだよ。いや、鬼に見つかったかと思って。鬼は俺じゃなくてウルミアだろ。お前もう見つかったのか？いや全然見つからなさすぎて俺だけ見つけられてないのかと思って。なんか妙だよな、さっきから足音も何も聞こえねえし。もしかしたら俺ら二人だけドッキリにかけられてるのかも。リーダー組だけかくれんぼ見つからないドッキリ的な。なんだと？もしそうだとしたら舐められたものだな。企画ぶち壊しに行っちまうか。黒の間、おい貴様ら、ドッキリだって分かってるんだぞ、みんな出てこい。ドッキリ？の、びっくりした。何？レムの顔がそんなに怖いわけ？いや、そういうわけじゃないんだけど。レムは仕掛け人か？あ、何言ってるの？何も聞いてないってば。レムも全然見つからないな、眠いなって思ってたくらいだし。そうか、何か変だな。確かに広い旅館だとは言っても足音すら聞こえないのは変だよな。ウルミアのやつ何を企んでんな。とりあえず手分けしてみんなを探すぞ。怖かった、俺だけ見つからないドッキリ仕掛けられてるのかと思ったよ。
ドッキリやりすぎて疑心暗鬼になってるじゃん。だってさ、俺が隠れてからみんなの喋り声聞こえてきたんだもん。え？あの後俺らも普通にチリチリになって隠れたから会話なんてした覚えないぞ。嘘だ、俺聞こえたんだって。気のせいじゃない？怪しい。っておい、あれ何急に大きい声出して。あそこに倒れてるのってクロノバ。ダメだ、息してない。そんな、だってさっきまで元気だったのに。この数十分の間に殺されたってことか。目立った外傷とかはないみたいだね。誰がこんなことを。俺がやるわけないでしょ。俺もずっと隠れてただけだし。じゃあ他に誰が。この旅館には今メンバーしかいないから。おいおい、そんなわけねえだろ。言っても旅館の従業員とかの可能性もあるだろ。いや、それはないね。動画の関係上、従業員の人にもこの時間だけは出て行ってもらってるから。あれ、なんか今足音した？俺にも聞こえたぞ。もしかして犯人か？みんな、追うぞ！くっそ、どこ行ったかわからなくなっちまった。っていうか、さっきから気になってたんだけど、シャルは一緒じゃないの？探したけど、シャルちゃん見つからなかったんだよね。おいおい、もしかして。さすがに、あいつがウルミアを手にかけるなんて。だが、疑いたくはないし、まずはあいつから探すか。あいつのことだし、キッチンにでもいるんじゃない？そんなことってある？さすがにそこまでは食い地張ってないでしょ。まあ、隠れられる場所多いし、一旦行ってみようよ。こんな今時携帯も繋がらないような山奥で、こんなことなんてあるのか。さすがの俺でも、もうこれはドッキリじゃないってことくらいはわかるよ。今の聞こえた？キッチンの方からだね。よし、みんな向かうぞ。クロノバ。おかしいな、確実にこっちから音は聞こえてたはずなんだが。これ見ろよ。え、なになに、食べかけのハム？こんなことするのは。あいつしかいねえな。やっぱりあいつここに隠れてやがったのか。あっちから物音が聞こえたぞ。あ、カナメ、先走るなって。なんで俺たちから逃げたんだ？だってみんなに見つかっちゃったら負けちゃうじゃん。俺たち鬼じゃないよ。え、鬼じゃないの？何言ってるの？鬼はウルじゃん。そういうことか。え、どういうこと？もしかしてお前隠れ鬼だと思ってる？え、違うの？みんな見つかったから鬼になったかと思ってた。はあ、なんだ、そういうことか。あ、そんなことよりも。え、どういうこと？いや、俺たちもさっき見つけたばかりで。もう警察には連絡した？電波が入ってなくて連絡はできてないんだが。というか、シャルロは何か心当たりがないか？いや、何も知らないな。ここは単刀直入に行った方がいいんじゃない？まあ、そうだな。はっきり言って、俺たちはお前が犯人じゃないかと少し疑ってるんだよ。え、そんなわけないじゃん。俺とウラが仲いいのはみんな知ってるでしょ？それはこの場では理由にならないかな。本当だって、俺はキッチンでずっと隠れてただけだし。でもさっきシャルを見つける前に別の場所で足音聞いたよ。シャルがずっとキッチンにいたって信じられないよ。まあここでいろいろ聞いても仕方ないだろう。全員見つかったわけだし、旅館の人たちに事態を伝えようぜ。それはそうだな。これでシャルちゃんが犯人じゃないとしたら。もうやめてよ。なんとか警察とも連絡が取れてよかったな。っていうかシャルは？あれ、トイレ行くって言ったから帰ってきてないな。シノ、見に行ってこいよ。え、なんで俺が。レムもついてってあげるから。シャルちゃん。返事ないね。シャルちゃん。あー、クロノバ。なんてことだ、一日メンバーが2人も。しかもこうなるとシャルロが犯人じゃないってことになるな。やっぱりこの旅館の幽霊の仕業なんじゃ。おいおい、幽霊なんているわけ。なんだこれ、もしかして本当に。あ、みんな、うわー、なんや、そんな驚かんでもええやろ。ウルミア、お前死んだんじゃ。いや、死んどらんわ。なあ、すまん、なんか急に意識飛んでしもてな。え、でもさっきカナメが確認した時には。いや、確かに脈拍もなかったし。あ、ウルミア、さっきまで死んどったんか。どういうことだこれは。ギク。なんだレム、ギクって。いや、もしかしてなんだけど、ウルちゃん殺しちゃったのレムかもしれない。おいおい、どういうことだ。あー、確かにあの時の水変な味したわ。なんか今日ずっと眠いなとは思ってたけど、
レムが調合した薬がそんなに効くなんて。どんだけやべえ薬入ってんだよそれ。レムレベルになってくると普通のカフェイン効かなくなってるからね。レム以外が飲むと死ぬ薬が入った水を同じ荷物に詰めるなよ。っていうか仮死状態ってことはシャルロも。うい、なんかトイレで完全に寝てたわ。ってウル生きてんじゃん。いやごめんじゃん。まあほんまに死んだわけはなかったみたいやし、ここは許してあげよっか。真実はいつも根源。また事件を解決してしまったな。え、お前何言ってんの。カナちゃんいつものだって。ああいつものか。これはこれで面白い動画になるんじゃないか。さすがに動画でも出すのはやばいだろう。強いて言ってもフィクションっぽくアニメにするとか。っていうか結局あの足音とかシノが聞いた俺たちの声は何だったんだ。え、本当にそれじゃないの。だから俺はずっとキッチンにいたんだって。ってことは見つけた。自分の答え白黒つけようかと。 My life now。